バケツの中で元気よく泳いでいるのはアマゴの稚魚です。稚魚の放流は川をきれいにする気持ちを子どもたちに持ち続けてもらおうと10年前から行われているものです。今日は雨が降る中、地元の漁業関係者が準備した体長12センチほどのアマゴの稚魚およそ3000匹を小学生たちが川へと放流しました。